さあ佐藤孝也が攻め上がる。中村雅人は秘策はないか。4番手の位置、3番手1番の古木、外から中村雅人をまくり切りました。先頭は2番の山田正弘、6番の佐藤孝也、2番手の位置、中村雅人迫るにも体勢変わらず、先頭争いは接戦ゴール。長井はさあ最終周回、ありんだけの力を振り絞って、どこまでこの3番手から2番手ハードルを超えることができるのかどうか。バックスレッジがあれば微妙な距離感だ。それでも突っ込む気満々だ。最終コーナー長井が突っ込もうとしている。黒川粘る、黒川粘る。さあどうか、サイドバイサイド並んでいる、並んでいる。先頭高橋、2番手は黒川だ。なんとあの鈴木一郎を抑えきるのか、掛川勝としてやったりか。もうインコースにはいけない。外から鈴木一郎、最終コーナーに向かっています。先頭は掛川勝と8番の鈴木一郎、切り替えそうにも滑っている。掛川してやったり。バックストレッチ側では前輪かかった小山が3コーナー狙いを定めて入ってまいりました。最終コーナー最後は先頭に立った青山、5番の小林、有番手の位置、まもなくチェッカーブラック、青山3勝目。真夏の風物詩 G1 キューポロ杯、これを見ずして川口町との夏は語れません。今年は残念ながら無観客レース、その分も画面越しに伝わる8周回に期待しましょう。いよいよ優勝戦10メートルオープンの番組編成となりました。1番山田正弘、2番掛川勝人、3番黒川京介、4番小林瑞希、5番佐藤孝也、6番高橋光、7番鈴木圭一郎、そして8番青山周平。最後に全国ナンバーワン青山がスタートラインにつきました。8人の選手、角度がついた10メーターラインに整列完了であります。いよいよファンファーレが鳴ります。今年は例年に比べると1ヶ月ほど開催時期がずれましたキューポラ杯、それでもさんさんと夏の太陽が降り注ぐもとレースが行われてまいりましたが、今日の最終日は1日曇り空、ベストコンディションの中迎える優勝戦。さあ両雄が並び立つんでしょうか。鈴木一郎1番人気、青山周平2番人気。荒れるキューポラ杯、最後は順当な結末を見るのか、それとも波乱があるのか。 G1 第45回日刊スポーツキューポラ杯優勝戦スタートしました。さあ3番の黒川が素晴らしいスタートダッシュで棋戦を制しました。そして4番の小林瑞希は乗る展開になりました。高橋光雲も好ポジションにつけています。早くも3番黒川を捉えていきました。4番小林瑞希、3コーナーで小林瑞希が先頭に上がりました。昨年もこの時期 G1 タイトルを取りました小林瑞希、今度は地元バンクで G1 タイトルダッシュなるか。2番手は3番黒川京介、さらには高橋光雲、狙いを定めてバックスレッジ側2番手に上がっています。さあ人気の鈴木圭一郎、この3コーナーで動いていきました。青山周平はまだ7番手、いつもの青山周平の姿ではないのか。残りは6周回、先頭は4番小林瑞希、2番手が6番高橋であります。黒川3番手、鈴木圭一郎4番手の位置、青山周平7番手から2番の掛川のインコースを狙いますが、ちょっと今日の青山は本来の鋭さを欠いています。さあ先頭争いは前の2人であります。4番の小林瑞希はレースをリードしています。2番手には6番の高橋瑞希、3番手は7番の鈴木圭一郎という並びになっています。4番の小林瑞希は先頭です。さあ地元の牙城を守るべくこの位置を守らなければいけません。この状況を見るとまさに地元最後の砦といえる小林瑞希であります。2番手6番の高橋光雲、3番手7番の鈴木圭一郎、鈴木圭一郎は前がつながっています。突破口を見出せるかどうか。4番の小林がレースをリードしています。2番手は6番の高橋、3番手が7番の鈴木圭一郎。さあ高橋光雲内側を狙ったんですが入れません。4番の小林瑞希は気持ちで走っています。勝利への執念を見せる終盤戦であります。残りは2周半、さあ高橋の外から鈴木圭一郎が姿を見せ始めています。高橋光雲は鈴木圭一郎を抑えながら前を捉えなければいけません。さあ頭脳プレーが求められています。終盤戦に入った。先頭は4番小林瑞希、そしてようやく4番手に青山上がってくるも、ちょっと前が見えそうにない。先頭は4番の小林瑞希、間を割って2番手に鈴木圭一郎が上がっていきました。鈴木圭一郎が2番手の2番手の位置、32期による優勝争い残り1周。さあ同期の桜、7番の鈴木圭一郎が捉えた。もう1回小林瑞希、もう1回小林瑞希、内を狙っていますが、最後の最後は鈴木圭一郎か。2番対4番の小林、最終コーナーをクリアしました。7番の鈴木圭一郎、51回目の優勝ゴール。
川口オートキューポラ杯は初制覇。決して慌てることはしませんでした。最後の最後、同期の中でも非常に仲の良い小林瑞希、その小林を捉えていきました鈴木圭一郎。小林瑞希は2番手ゴール、高橋貢3番手、青山周平はその後ろでありました。今年の川口オート、夏の主役は鈴木圭一郎でありました。以上、優勝戦実況でお伝えいたしました。最後は鈴木圭一郎選手がその小林瑞希選手をさばいての優勝ということになりました。それでは表彰式の模様をご覧いただきたいと思います。この後ヒーローインタビューということになります。ご覧ください。キーポラ杯見事優勝いたしました浜松鈴木圭一郎選手にお話を伺います。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ圭一郎選手、川口は SG オールスターに続いての優勝となります。まず今のお気持ちを聞かせてください。いや、もう昨日の感じだと絶対優勝ないと思って、いろいろ整備して、整備の結果が出て、すごい嬉しいです。はい、圭一郎選手、キープラ杯はあまりいいイメージではなかったんですか？そうですね、フライング切って、反則して、黒髪に、してみたいな、そんな流れですごい、相性は悪いなとは思ってたんですけど、まあ、優勝できて、はい、すごい嬉しいです。はい、さあその優勝戦なんですが、角度のある7枠からのスタートでした。いかがだったでしょうか？スタートはそこまで、切れた感じはしなかったんですけど、タイヤが良くて1コーナーうまく回れました。はい、ということは本当に落ち着いて攻めていけたということですか？そうですね、はい。前は同期の小林選手、そして三嗣選手とこう重なる感じだったんですが、どんなことを考えて走ってましたか？もう隙あれば、行こうと思ってずっと狙ってました。はい、まあ、そのぐらいこう足の感触は良かったということなんでしょうか？そうですね、気持ちに余裕があるぐらいエンジンは動いてくれてたと思います。はい、まあ、試走28ということで、今回下回りの整備もして部品も交換してということなので、一番いいエンジンで優勝戦に臨めたということなんでしょうか？そうですね、ガラッと変わってくれて、すごい予選道中よりも全然いい動きでした。うん、はい、最後小林選手1対1のところからかわしましたが、あのあたりはどうだったですか？いや、もう負けられないなと思って、はい、行きました。はい、さあそんな中の見事優勝という形になりました。改めてこのシリーズ振り返ってみていかがでしょうか？まあ、初日から手応えはなくて、でも1着取れてて、ちょっと整備状態が、どうしたらいいか分かんなくて、昨日、負けてしまって、もう思い切って整備やろうと思って、やったのが、この優勝につながったと思います。はい、今回は無観客開催ということだったんですが、ファンの皆さんの思いは届いていましたか？いや、とてもオッズは見れるんで、昨日から、一昨日から、すごい人気を背負ってたんですけど、裏切る形になってしまったので、今日は絶対、優勝しようと思って走ってました。はい、その思いに応えての優勝ということになりました。さあそれでは今後の目標抱負も含めまして、最後に中継をご覧の皆様に一言メッセージをお願いします。こんなコロナ禍で、無観客が続いて、とても、レース場は寂しい、雰囲気なんですけど、それを忘れさせるぐらい、いいレースを、一走一走予選から、頑張っていきますので、次も、川口、一般戦昼間開催、走りますので、応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。圭一郎選手にお話を伺いました。では圭一郎選手はそのままの位置でお待ちください。引き続き表彰式を行います。さあということで、鈴木圭一郎選手とインタビューをお聞きいただきました。それでは表彰式、板橋さんいかがでした？はい、やはりだいぶね苦労したみたいで、まあそれでも最後ね整備ぴったりとあってね、勝ち切ったということは、まあ最近ね調子もちょっと落ちてましたから、まあそれでもねなんとか勝てて、特に今回の川口の走路ね、かなり滑る走路で、それでこういう暑い気候ですからね、セッティングもなかなか難しいんですよね。そこをうまく合わせたっていうのはすごいですね。そうですね、はい、
やっぱりさすがの調整能力ですよね。そうですね、まあ、諦めずに努力して、コツコツとやってた感じしますけどね。そうですね、やっぱりこう手を動かす、これでいいと思ったらもうそこまでですもんね。そうなんですよね、まあ、それ以上に目指してやってるんじゃないかと思いますけどね。はい、あなたは貪欲にやはり上を目指してきたからこそ、そうですよね、時にはそうではない方向に向いたりすることはあると思うんですけど、はい、まあ、それを何回も、ね、繰り返して悩んで、そして結果を出していくんですよね。そうですね、はい、ありがとうございます。まあ、あの青山選手なんかもそうですけどね、はい、結構やはり速い選手は努力してますよね、はい、そうですね、やっぱりその努力が、板場さんも現役時代たくさん努力されたと思います。いやいや、あのそうでもないかもしれないです。いや、そんなことはないと思います。原口市長賞といたしまして、でも本当あの SG、はい、今日の G1 の優勝戦もそうですけど、はい、スタート前の緊張感とか、計り知れないものが、そうですよね、いろいろなところをこれコントロールしていかなきゃいけないですからね。そうですよね、はい、まあ、その中でしっかりとこう自分が今発揮できる最大限のパフォーマンスを、見せる、これもプロですね。さすがですね、いや、ちょっと青山周平選手敗れてしまいました、一言ください。そうですね、まあ、圭一郎選手と一緒でちょっとね苦労してたみたいですがね、まあ、最後ちょっとやはり圭一郎選手にね、軍配上がりましたけど、はい、でもあの決してね負けてるような動きじゃなかったですから、はい、まあ、ちょこっと調整すればまた逆転もできそうですね。頑張ってほしいですね。あの先日のグランプリで青山選手はちょっと雨が続いて ね、なかなか波に乗れなかった。そして今回も3勝マークしていたとはいえ、ちょっと2日目にこう完走した両走路では久々の惨敗になったという、ね、はい、そうですよね、珍しいですよね、まあ、でもまた今後の巻き返しにもね期待していきたいと思います。賞金ボードが贈られます。さあ、鈴木圭一郎選手の表彰式が続いています。 G1 レース G2 含めて SG もそうですね、恒例になりました。賞金ボードを掲げてのフォトセッションということになります。鈴木圭一郎選手が通算51回目の優勝、今年5回目の優勝を飾りました。この後のさらに勢いづく鈴木圭一郎選手の姿、ファンの皆さんどうぞご注目いただきたいですし、ご期待いただきたいと思います。表彰式の途中でありますが、鈴木圭一郎選手の優勝をお伝えして、テレタマ第2チャンネルをご覧の皆様とはこのあたりでお別れとなります。はい、では、はい、こちらの賞金ボードの方を掲げてのまずは記念撮影ということになります。さあ、 CS 放送そして、ネット配信をご覧の皆様には引き続き表彰式の模様をご覧いただきます。鈴木圭一郎選手の表彰式が現在行われています。賞金ボードの方の撮影を行わせていただきます。観客の開催、まあ、ファンの皆さんの思いが画面越しにもしかしたら届いているかもしれませんね。そうですね、そうであると信じたいです。そして圭一郎選手、なっちゃん、平島夏美さんとのツーショットでの記念撮影ということにもなります。はい、いや、第45回目夏の名物レースキューポラ杯ですね。これで鈴木圭一郎選手も歴代覇者の一人になったわけですね。なりましたね。中央の方にお願いいたします。まあ、本当あの、はい、G1、G2 レース、特に G1 レースなどは各レース場のご当地に根付いたタイトルなどがつくケースが多いんですが、板場さん、まさにキューポラのある町として繁栄した川口市ですからね。そうですね、芋の町キューポラですよね。撮影はここで終了。まあ、今は時代が変わっていますが、このキューポラ杯がある限りその川口の歴史が色褪せることはないですし、語り継がれていくということになりますよね。さあ、では圭一郎選手から一言ファンの皆さんにメッセージです。鈴木圭一郎選手より中継をご覧いただいています皆様に改めて一言メッセージをお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございます。これからも一層一層全力で、優勝を目指して頑張っていきますので応援よろしくお願いします。はい、おめでとうございました。鈴木圭一郎選手の言葉頂戴しました。それでは以上をもちまして、鈴木圭一郎選手の表彰式、最後に一言皆さんにお聞きいただきました。皆様ありがとうございました。